い、小鳥会議の三村瑠奈です。こんにちは。現代演劇レトロスケッツスペクティブっていう、アイホールさんの企画で紙を書き上げるという作品と友達が来たという作品、鈴江さんの作品ですね、上演させていただきます。11月15日から18日アイホールで上演いたします。ですね、料金が一般が2700円で、23歳以下が2000円、当日は一律で3000円になってます。で、今回2作品共通券というものがありまして、そちらがですね、2作品見れて4500円になります。なので一般の方はお得に見ていただけますので、あと20セットあるかなみたいな状態なので、よければお早めにご予約をどうぞ。私が出てるのは紙を書き上げるという作品で、男女のこれこれあれあれみたいな感じが強いんですけど、まあ共通してあるのは孤独感とか、なんか都会に生きる時に人が寂しい、人を恋しくなるとか、そういうちょっとぽっかりした寂しさみたいなところを重点に見ていただけるのかなみたいな感じです。どちらの作品もすごく人との関わりだったり、自分のことをどう思ってほしいだったり、忘れないでほしいとか、こうなんか寂しいから一緒にいてほしいみたいなのがすごく強く出てる作品なのかなと思うので、ぜひなんかこれからの時期にっていうと変な、どっちも夏の話なので変なんですけど、でもこれからの時期にいいんじゃないかなと思います。ぜひ見てほしいです。はい、よろしくお願いします。